どうも、ねまるです。はい、皆様、12月もね、もうあと10日ほどになってしまいました。直近だと、まあ、レイマルはバディーズ感謝祭に行けなかったりだとか、ミラクル2022に行けなかったりだとか、まあ、仕事でね、行けなかった、まあ、年末のライブ2つとも参戦できなかったのが、まあね、心苦しいんですけども、まあ、節約ということで、まあまあまあ、そういう時もあるねっていう感じでお仕事頑張ってんけど、まあ、そこで節約ということで、私、勇気を振り絞ってですね、まあサムネとねタイトルにもあります通り、課金額、今年ね、レイマルがユニゾンエアーで課金した、課金額を、計算しました。まあね、アップルのね履歴を遡って、計算したところ、まあ思っ言ってるより課金してたっていうね事実が発覚したので、ちょっと動画回しております。で、今年は、まあ、去年とか一昨年みたいにもうずっとユニゾンエアに課金し続けてたっていうわけではなく、エールイベントもね毎回毎回走ったというわけではなく、ガチャもたくさん引いた、プレシャスもめっちゃ引いたというわけでもなく、ちょっとそういうわけでもないんですけど、意外と思ってる、自分が思ってるより課金してたっていうね、っていうので、まあ、ちょっとね、見ていくというか振り返るというか、していきたいなと思います。ちょっと細かいね、課金どの時期にこれぐらい課金したとかはちょっとね、そこまでは集計してないんですけど、ちょっと皆さんにお伝えしたいなと思います。はい。で、期間が、まあ、僕はね、今年エールイベント、ユニゾンエアのエールイベントに関しては、正月のエールイベントまず走りました。こちらね、2022年ね、こちらのエールイベント、正月の時のエールイベント、エマのねエールイベントを走ったっていうのが、まず一つ正月のエールイベントっていうのと、まあ、ふーちゃんの生誕祭ガチャを引いたっていうのと、まあ、そこそこってか、思ってるより生誕祭ガチャを引いてる、いつもスルーしてるイメージやってんけど、思ってるより生誕祭ガチャ4900円のあの生誕祭パック買ってたりとかしてた。で、2.5 周年は走りませんでした。まあ、ただちょっと課金してた、走れなかったけどちょっと課金してた。で、その後夏エールがあって、夏エールも走ってはないんですけどちょっと課金してた。まあ、コニファーあったんでね、でも走ってなかったんですけどちょっと課金してたっていうのと、まあ、あとは周年ですね。3周年のエールイベは、まあ、本気出して、まあ、だいぶめっちゃ課金してんやんか。そう。うわ、ここが結構大ダメージっていう感じかな。あとはほんまに、ちょくちょくって感じ。で、期間が、正月のエールイベント走ったということで、去年のね、2021年の正月入る前の大晦日にも課金してたんで、そこから、集計しております。なので、2021年の12月29日、正月のエールイベント走るために課金した金額から、本日の撮影日が12月の20日やねんけど、12月の20日の現在時点までの課金額、まあ、約1年間ですね、12月29日から今の12月20日までの、課金額を、お伝えしたいなと思います。ということで発表いたします。2022年エレマルがイーゾンエアに課金した、金額を発表したいなと思います。529,660円で、ございます。そうね、思ってるより課金してなかったっていうね。僕のイメージだと、まあ、エリーベ走った3周年が結構ね、20万超えの課金をしたんで、3周年をめっちゃガチで走った。まあ、そのためにね、お金を貯めてたっていうのもあんねんけど、3周年でめちゃめちゃ課金したから、まあ、だいたい30、40万ぐらいかなと思ってたんですけど、50万を超えてしまいましたね。まあでも去年、もちろん2021年度、とかと比べたら、毎回エールイベント走ってた時と比べたら全然、全然ね、低いんですけど、普通に50万って考えたら、多いですよ。多いですよ。めちゃめちゃいい旅行、10回ぐらい行きますからね。5万円の旅行を10回行きますから、まあ、そう考えたらちょっとなんか、なんかちょっと多いなと思うし、ライブもね、めちゃめちゃ50回行けますから。そう考えたら多いけど、まあ、めちゃめちゃ楽しいよ。楽しいんでね、エールイベントは。まあ、まだね、3周年の景品が届いてないんで、何とも言えないんですけど、まあでもそんな分ね、50万円分の、まあ楽しみは僕はね、別に損したとかも思ってないし、使いすぎたなとは思ってるけど、なんか使いすぎて嫌だなとは思ってないし、今現状ね、まあもちろんね、家賃滞納したりとかもあるんですけど、あるな、あったらあかんねんね。あったらあかんねんけど、まあでも、その分ね、まあエールイベントに関しては自分はね、景品もらえたりだと。
か、まあ、好きなね、ゲームアプリやし、あの好きなコンテンツ、桜日向コンテンツなので、別にどこにお金かけようがね、まあ、自分の自由なんで、他の皆さんもね、今年2022年の課金額、よろしければね、あの勇気があれば、あの計算してみてください。まあ、実際、まあ、2021年、まあ、毎回エールイベント走って、年の5回エールイベント毎回走ってた時よりかは、なんでこんな減ってるか、まあ、課金額は多いと思うんですけど、ね、減ってるかって言われたら、まあ、普通に現地ですね、現地に行ってる。なので、7月に関しては、あの、コニファーフォレストでライブがあるから、夏エール走れないとか、あったんで、まあ、そういうのはね、まあ、ちょこちょこね、課金額は減らしていくっていう方向もあるし、まあ、エールイベントに関しては、もう最近ね、もう、走る人が増えてきたりとか、まあ、走り方がね、やっぱりこう、マスターされつつあるっていうのもあって、課金しなくても、走れる。まあ、課金しなくてもね、無課金でジェム貯めてたら別にいいんですけど、まあ、ジェム少なくて勝てるとか、日数少なくて勝てるとかはあんまなくなってきて、ちゃんとね、全日走れる形態を作る。もしくはめちゃめちゃフル特攻で、走る時間は少なくても頑張れるみたいな。もう結構ね、ちゃんと取らないと無理なんで、なんか前みたいに、あの、休み1日で12時間ずつで走って取れるとかっていうね、時代ではなくなってきた。うん、12時間労働とか、12時間労働じゃないな。12時間走っただけで勝てるとかっていうね、世界戦ではなくなってきたんで、あの、エールイベントに関しては、リアル景品イベントに関しては。なんで、僕も、そう、毎回走ってた2021年よりかは、ちゃんと見極めてというか、休み取って、ちゃんと走るっていう形を取ったのが2022年ですね。正月のエールイベントと、3周年のエールイベントっていう形になっております。いや、もちろんね、全部走りたいんですけども、これを全部走るってなったらね、100万近くなるし、それはちょっとね、もうリアルイベント、まあ、こういうね、生写真とかもね、買いたいし、グッズも買いたいし、やっぱ現地に行く費用が、社会人になってもう夜行バスで行ったら逆に間に合わないというか、僕のね、仕事からね、新幹線で行かないとダメとかっていうのもあって、遠征費もやっぱりあるしね、まあ、遠征費のために置いとくっていうのもあるし、いや、ちょっとね、そういうのはちょっと難しいんですけどね、こう、どこに課金するかというか、まあ、あの、もちろんね、こういう生写真もね、まあ、5枚1000円じゃないですか。なので、どっちもどっちなんですね。これで、これも一応さ、こう、生写真、こう、開封してガチャやんか、リアルガチャか、データガチャどっちかっていうのもね、どっちも楽しいです、僕は。なので、生写真買うのも楽しいし、こう、ゲームでガチャするのも楽しいし。でね、俺はこうやって動画投稿してるし、あの、一応桜日になったオタの YouTube 活動としてね、やってるんで、もう、何、生放送とか、あの、ライブ配信とかで皆さんと一緒にガチャを引くのも楽しいし、まあこういうことしてるからこそできることもね、楽しみもちょっと増えてるので、まあそういう部分に関しては全然後悔はしてないし、こうやって楽しめるのもね、ユニゾンやのエイリーイベントの、まあふーちゃん、あのふーちゃんといえばレイマルさんっていうのもね、ちょっとずつね、リサの中ではこうついてきてるので、まあそれはね、もう嬉しいなとも思います。で、まあまあ多いなとか少ないなとかも個人のね、感知感だと思うんですけど、個人的には、多かったです。はい、50万、まあ、他の価値に変換したら、それはもちろんね、なんかもう50万ならいろんなことできたやんとか、パソコン変えた、新しいね、パソコン変えたやんとか思うけど、まあまあでもトータルしたら楽しいね、あの課金生活、インディゾンやにね、課金した2022年だったかなと思います。あとはでもちょくちょく本当に生誕祭にガチャのパックを買ってるとか、まあ途中でたまに来るプレシャスがあるじゃないですか。そのプレシャスに2万課金してるとか、そのちょくちょくが結構積み重なって、エールイベントに走る以外のことで10万円ぐらい課金してたので、そこもちょっともったいないかなとも思うしね。最近はちょっとね、やってるんですけどね、ゲーム自体は。あの、前までね、あの、できなかったりしてるんで、ちょっと年内はね、ちょっと育成に走りたいなと思います。で、来年の、あ、まあ、あの、2023年の正月のエールイベントは、レイマルはちょっとね、先に言っとくんですけど、あの、走ることが、できません。まあ、配信も毎日配信はちょっとできないと思います。まあ、できる時があればね、配信はもちろんね、するんですけど、ちょっと、まあ、去年はね、あの、福岡、12月に行って帰ってきてのエールイベントだったんで、もうアドレナリンで乗り切ったんですけど、ちょっと今年はね、ちょっと忙しくて、まあ、店長になってから初めてのよ、正月っていうのもあって、僕ね、ちょっと1から7まで、こう、まあ、多分エールイベント期間が1から7か8か、それぐらいだと思うんですけど、エールイベントの期間中、休みが、1日もなくてですね、もちろんね、お店のね、人員もあるんですけど、ちょっと、店長業務というか、まあ、いろいろあって、1日も休みなくて、で、全部労働時間長くてですね、社会人というか、仕事とかね、なので、ちょっとね、さすがに、初めての店長で、
初めてね店長として正月迎えるんで、ちょっとこれはお仕事に専念しないなと思いましてですね、ちょっともちろん配信できる夜はねするんですけど、ちょっと休みがないので昼間がねできなくてっていう感じで、まあね今回正月のエールイベント走る方はねすごく応援しておりますし、何かあればね連絡とか動画で配信とかで答えれたなと思うしね、なのでまあ完全にお供配信はできないんですけど、もちろんねできる限りは配信したいなと思いますしっていう感じですかね。これプラスリアルイベント、ライブでやったりだとか、グッズであったりだとか、遠征費だったりだとかって計算したらもうすごいオタ活、なんかもう年間の給料のもう半分以上ぐらいはもうオタクでとかしてる、もう半分オタ活半分家賃みたいな感じになってるんでね、もうまあ楽しい生活でございます。はい、皆さんのおかげでも楽しませていただいております。こんな感じでねポコも見守ってくれてます。今回ねまあ令和の2022年の課金額をまあ皆さんに、ね、お伝えするという動画になっておりました。この動画がね面白いなとか、課金しすぎちゃうとか、いやもっと課金しろっていう方はね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。